洗ってくるね。ちゃんと料理はほんときれいに作るから、うんうん、美味しく食べてよ。人ん家のご飯とか食べれる？食べれる、うん、じゃあ私その IH 準備するわ。ありがとう。ちょっと IH 汚いんだけど。汚ね。人ん家のご飯食べれんの？うん、握ったおにぎりは食べれないけど、うん、絶対嫌だ。ラップして作るよ。じゃあちょっと作ろうか。いや、ゼロワン下痢したってクルちゃんが言ってたけど、ゼロワンってよく食当たりするんだって、うん、それをなんかさも俺の家が汚いから、うん、俺の家で食中毒になったみたいに言われたんじゃん。男の人って大体下痢してない？いや、わかんない。でもゲロも吐いてたって言ってたよ、ゼロワン。ゲロも吐いてるって言ってたよ。だからさ、男の人ってお腹弱いくない？どうなんだろうね。そんなことないんじゃない？そんなことね、まあ便秘しにくい分ね、うん、なんで脇だって。いや、洗う当たり前じゃん。料理中はそんなしないよ、うんうん、じゃあ洗ってくるからちょっと待ってね、うん、ずっと座ってた。クルちゃんも足ちょっと立って。お尻痛い、めっちゃ、うん、ごめん。これどうする？これ座っ、敷いて座ったら、いい、ちょっと待って。いたたたたたたた。これ座ってみて。ちょっと待って。ケツいて。あ、こっちか。これで座ってみて。うん。ありがとう。ごめんね。あ、だいぶ楽。うん、楽かも。ありがとう、柴さん。作ってくれ。柴さん、ありがとうね、いつも。うん、美顔つけてよ、これ。あ、美顔？うん。いや、でも、実物の方が確かに可愛い。実物は可愛いのにね。いや、なんか写り、いや、実物可愛いよ、すごい。なんか写り、いや、美顔いらない。いや、なんか写りは確かにちょっと、うん、美顔ちょっと一回つけるよ。いや、でもクルちゃん普通にほんと可愛いよ。肌もめっちゃ綺麗からね。ジンちゃんがこれ今。肌もめっちゃ綺麗。これでいつも何でやってんの？美顔ちょっと。それでやろうじゃん。いや、いつものやつやって。あ、めっちゃいい。美顔いいじゃん。いつものやつでやってよ。これでいいよ。ペースありがとう。もうなんかオカマっぽく映るから嫌なんだよね。壁真っ白。ありがとう。ペースありがとう。ありがとうございます。びっくりひょっこりはん。いや、ノーブラじゃない。これでノーブラだったらやばいから。うん、ちょっとこれでだって野村だったらやばいだろ、これスケスケで。これ野村じゃない。ちゃんとつけてるよ。え、何チューブトップみたいなのつけてる？チューブトップじゃない、あの田中、雑談田中に買ってもらった島村で買ってもらったブラつけてる、うん、あ、ブラジャーなの？ブラジャーちゃんとつけてるよ、必要、うん、いや、なんかこう紐がないタイプ。あ、じゃないじゃないの。ありがとう、フッチバルーン。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。え、知ってる？いえ、多分クーちゃんのリスナーさんから。ありがとうございます。ありがとう。なんかちょっとオカマっぽくなるから、あの、うん、ナチュラルなやつにしていい？うん。クルちゃんこれだったっけ？うん、これ、うんとね、どれ、これで、なんか美白とかをちょっと下げるみたいなぐらいにしてやつ。あ、これだったらいいか。いや、でも確かに美顔の方が確かに、うん、確かに美顔の方が確かに可愛く映るね。でも普通に実物普通に可愛いよ。え、本当に？うん。実物の方が。あれ、ちなみに、あんま言ったらダメなのかもしれないけど、ニュイちゃんいるでしょ、うん、虫豚屋の。うん、知ってる、うん、え、会ったことある？あるよ。あるの。あれ、ニュイちゃんさ、うん、あの、この前俺家来たんだよ、うんうん。めっちゃ美人だったんだけど。あ、わかる。そう。あれ、ちっちゃいでしょ。なんか、あれ、ニュイちゃんの配信って、顔すごいごっつく映らない。なんか、俺だからニュイちゃんって、顔がなんかすごいごつごつで、肩幅広い、すごい、なんていうの。ものすごいなんか、あの、貧乳です。レスリー、ありがとうございます。ありがとうございます。徳田さん。バレナイスものすごいなんか、レスリング選手みたいな体格してると思ってたんだよ。みんなもそうじゃない？配信のと
然違う。もうなんか韓国系美人みたいな感じだよね。うん、それで実際会ったらめっちゃちっちゃいよね。めっちゃちっちゃくてめっちゃ美人でびっくりしたよ。なんで高円寺さん知ってんの？虫豚、ね、お店行ったことあるの？いや、ニュイちゃんほんとめっちゃちっちゃいよ、顔も小顔で。うんうんうん。でも配信となんであんな違い、なんかスマホが悪いのかな、うん、虫豚屋買いに行った。昨日買いに行った、ね。昨日。びっくりすると思うよ。くるちゃんどうするの？なんか迎えに来てるって言ってる。いや、それでどうするの？来たらくるちゃん。ありがとう、くるちゃん。いや、ワクはくるちゃんがリスワン取らせてくれるやってるからちょっと待ってください。うん、連投やめてください。カフェス、くるちゃんが昨日俺くるちゃんリスワンニッコリマカフェス取ったから今日はかやくさんリスワンってやってくれてるからごめんね。ニッコリありがとう、メガホン。くるちゃんの枠ちょっと取ってあげたいんだけど本当は。もう荒らすのやめてくれない、ほんと。読むコメントないんだけど。まあだから、リスナーさん、純ちゃんの、ね、なんていうの、嫌がらせみたいにするのよく分かったでしょ。何回も言うけど、俺ももうこんな人と付き合わなくてよかったよ、もう別れて。え、結構チェック上好き？いや、純ちゃんは別にその、なんていうの、そういうのでは付き合ってなかったからね。もうとにかく配信で本当にしんどかったからナイスとかもやってて、それで支えてくれてたからそれで付き合ったよ。もうやめて、もうコメントでもう荒らされて配信できないよこれ。もうあんまブロックしたくないからやめてください。もう連投はちょっと申し訳ないです。1399号さんもブロック。ゆかちゃんいらっしゃい。何やめていて。いや、普通にやめてって言ってるだけなんだけど。いや、またブロックってずっと連投してるから読めるコメントなくなるからやめて。連投したら、他の人コメントしにくくなるからもうやめて。だから、じゅんちゃんのお望み通りになったよ、じゅんちゃん。こういうのが純ちゃんがやりたかったことでしょ、ね、これが純ちゃんのやりたかったことで、純ちゃんが望むように枠荒れてよかったね、純ちゃん。流れるの早い。ごめんね、マサさん。大阪向かってる。何がしたいんだろうね。なんか今から大阪向かってるって、明日仕事あるんだと思うんだけど。あ、マジで？わ、わかんない。もう一回だけ電話してみる。多分出ないけど、逃げて。ブロックされてるかチェックするね。うん、多分ブロックされてると思う。電車も降りてるよね。電車降りてるってどういうこと？電車。あ、電車？うん。あれは新幹線って意味だったのかな？ああ、ブロックされてる。これブロック？ブロックされてます、もうライン。中山筋肉のスタンプ送れなかったんで、うん、もうブロックされましたね、じゅんちゃんに。もうなんかすぐブロックしたり解除したり。帰ります言ってるってどういうこと？大阪にいたの？ほら、やっぱ大阪いたじゃん。あれさっきコメント打ってくれたナチョスちゃんだったっけ？ゆかちゃんどういうこと？帰りますってどういうこと？大阪から東京に帰りますってこと？天然枠で帰りますってどういうこと？どういうこと？わかりやすく、東京帰るって、ほら、やっぱ大阪来てたでしょ。毎週会いに来てたんだよ、だから俺に。で、リスナーさん、俺に、ね、俺に普通さ、会いに来るんだったら、今回も俺に多分会いに大阪来てたんだと思うんだよ。なんでかっていうと、この土曜日の早朝ね、土曜日の早朝に電話かかってきてて、これくるちゃんにも見せたじゃん。うん。これ土曜日。ちゃんこさん。あ、ちゃんこさんありがとう。土曜日の朝の5時、ね。土曜日の朝の5時20分に朝のだよ。電話かかってきたんだよ。おかしいと思うじゃん。だからこの時に多分、
大阪来てたんだよ。でなんで来てたかというと、俺がなんか FX で金曜日にめっちゃ負けちゃって、で多分それを心配してきたと思うんだけど、で別に来るのはいいんだよ、来るのは別にいいんだけど、俺に普通さ LINE で今日今から大阪行って会いたいから来るとか言って、うん、じゃあおいでって言って来るんだったら分かるでしょ、俺にいつも何にも言わずに来るんだよ大阪に。でこの前の淀川花火先週あったんだっけ、淀川花火あった日もいきなり淀川花火見に来てるって来るんだよ、淀川花火の日に。普通にだって淀川花火、火薬さん淀川花火一緒に見に行きたいから大阪行くねって前もって金曜日とか木曜日とかに言ってから来たらまだわかるけど、女心だな。それも俺ね、俺からしたらまあ別に、あ、会いたいけど、俺からしたらなんでいちいち大阪来てから大阪来たアピールをするのって思って。え、金曜の朝で甲子園の時も、うん、甲子園の時も、うん、俺に大阪に来るの何にも言わずに甲子園今見に来てるって急に来るの。え、でもそうだから何がしたいんだろうって思って。え、嬉しか、嬉しいでしょ。いやでも俺配信 してたから一日、うん、じゃ会えなかったんだよ。それもなんか怒るんだよ。あ、いや、サプライズって毎週サプライズってこと。で、それで会えなかったことをすぐ怒られたこともあるよ。うん、俺配信しててさ。うん、え、電話が来たって言ったじゃん、大阪の。電話って今日のこと、土曜日のこと。土曜日の。昨日のこと。その時は会わなかった。私。いや、会わなかったっていうか、この時は俺が、うん、あのもう別れる、また別れるって言われたから、これ、土曜日の朝に電話来たんだっけ。うん、土曜日の早朝5時に電話来て、この時も純ちゃんが俺が別れる言うからまた怒ったんだよ。こうやって毎回言われてしんどいです。でそれに対して何にも謝らなかったから、この電話俺出なかったんだよ、ムカついて。だってこの時に普通謝ったりするでしょ、うん、毎回別れる別れる言われてもうしんどいですって言ってんのに、うん、体調直してくださいねって。誰のせいで体調悪くなってくる。え、この電話は何話したの。そのこれは配信中にかけたやつ、多分覚えてない。あ、私と会ったのいつだ。くるちゃんと会ったのは土曜日だったっけ。ちょっと覚えてないな、時系列が、うん、何がしたかったんだ本当に。